ココソロの航空写真、1941年、ココソロはアメリカ海軍の潜水艦基地。1918年にパナマ運河地帯で設立された。1960年代までにココソロを拠点とする艦艇はなくなり、支援スタッフとその住宅が残るのみであった。ココソロ病院は1941年の夏に作られた。 1941年12月17日に、ルーズベルト大統領がパナマ運河地帯を拡張するという大統領命令8981号に署名し、同地域はパナマ運河地帯の一部となった。第二次世界大戦中にココソロは海軍航空隊の設備が増設され、P-38 航空隊の収容基地として使用された。 1980年代初めから1990年代半ばまで、ココソロは、アメリカ海軍、海兵隊、陸軍によって、ガラテア島設備の操作支援人員が居住、管理するための設備として使用された。1999年に、パナマ運河が、パナマの管理下に入ると、ココソロ及び、ガラテア島でのアメリカ軍の活動は終了した。ココソロは、 現在、2つの大きなコンテナヤードを持ち、そのうちの1つ、マンサニオ国際ターミナルは、ラテンアメリカでも最大規模のコンテナヤードである。ジョン・マケイン上院議員は、ここソロで生まれた。彼の出生証明書には、パナマ共和国のコロンで生まれたと記されている。ありがとうございます。